皆さんこんにちは、カーライフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。バイバイ。今回ご紹介するのはこちらの車です。スバルの BRZ なんですけれども、こちらについて開発の皆さんにお越しいただいているのでお話をお聞きしたいと思います。まずお一方目、はい、どなたにお話を。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、それでは担当とお名前お願いします。はい、スバル株式会社デザイン部の佐藤と申します。よろしくお願いします。佐藤さんのおすすめはどこでしょうか。今回まず形が全般がそうなんですけれども、やはり走ってよし、佇まいもよし、光の流れ方とかそういうところを見ていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そのあたりはどのあたりで。特にこの辺からですね、はい、流れるところですね、はい、そこの光の流れ方、ハイライトの流れ方がすごい綺麗だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お次の方お願いします。はい、はい、どちらの、はい、担当でしょうか。ボディの開発を担当しました植木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一押しポイントがどちらですか。はい、まずはですね、GR86 と BRZ の、乗りラジの違いを再現した、比較的高いボディ剛性ですね。その土台の、ボディ剛性の高さを、乗って体感していただきたいのと、はい、もう一つはこのアルミルーフですね。アルミルーフ、はい、車両の、重心高を下げるに貢献して運動性を高めるのに、一役買ってますので、こちらのトータルの、乗り心地を体験していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、次の方お願いします。よろしくお願いします。車両運動開発部の、水谷と申します。水谷さん、よろしくお願いします。はい、私はこの車では、ブレーキと、VSC の、制御開発担当いたしました。なるほど。なかなか分かりづらい部署とか見えにくいですけれどもどんなところがポイントですか。特にですね、はい、今回3モード の VSC 先代から、はい、3モード持ってるんですけれども、さらにこう熟成、走りの味を熟成させて、あらゆるシーンで自然な制御の介入感で、皆さん安心して楽しくサーキットから一般道まで、使っていただけるようなものに仕上げましたので、ぜひ堪能していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに、はい、動画的に、はい、どこを見たら分かりますかね。そうですね。なかなかね、ブレーキって見えないですからね。あとはボンネット開けたところですか、ね、ボンネット、 ありがとうございます。はい、ボンネットを開けていただきます。VSC を制御しているのはこのポイントですね。はい、はい、ここがこれが VSC のポイントです。はい、これが頑張ってさまざまな走りの味を作り出してくれる機会になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、次の方お願いします。エーダス開発部の大郷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おすすめポイントはどちらでしょうか。アイサイトがですね、今回初めてこの車に着きました。はい、ただしちょっと、この車、MT 車ですので、はい、ちょっと今ちょうどない状態なんですけども。なるほど。ちょっと ここに本来なら、ね、ステレオカメラが本来ならつきます。はい、AT 車に、つきます。で、スバルさんといえばアイサイトですからね。で、追従クルコンですね、快適性、それからプリクラッシュブレーキ、いざという時に助けてくれる、そういった安心感ですね、そういったところを感じていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それもちょっとね、はい、今残念ながらついてませんが、他分かるポイント、はい、画面的に分かるとこってないですよね。カメラ以外は。ちょうどですね、ちょっと この車に、ミラーのこの部分にですね。この部分。これ開けた方がいいですか。はい。SRVB という高速砲の、レーダー、はい、どこの部分ですか。ここの部分にですね、ここの部分、ここですね、はい、そうですね、車の後方に車両がという時、斜め後方に車両が存在している時ですとか、
後ろから高速で近づいてくる車、高速道路という、はい、まあ、そういった車を検知したときにここのインジケーターが点灯、はい、で、ウィンカー操作をすると点滅するといった、なるほど、そういった機能で、はい、安心安全がこの車に、なるほど、はい、ちょっとね見えにくいです、ちょっと見えにくい、ここですね、ちょっと小さいインジケーターなんですけど、はい、実はこれにも大きな役割があるわけですね、はい、ありがとうございます。はい、お次の方お願いします。実験のですね、車両開発統括の特にパワートレーン担当しました藤井と申します。よろしくお願いします。一押しポイントお願いします。はい、ちょっと見えませんけども、ここに入っているですね、はい、エンジンとトランスミッション、エンジンはもう、はい、低回転から高回転までつながる、うん、そして伸びるエンジンですね、はい、あと操る楽しみのマニュアルトランスミッションとですね、乗って楽しい大人しく楽しみミッションが、はい、おすすめです。なるほど、はい、エンジン開けた方がいいですか。さっきね、ごめんなさい、開けたついでに やっていただければよかったです。はい、でもさっきどっちかって言ったら VDC の話だったの。はい、エンジン2回目オープンです。はい、またまたオープンですか。はい、まあね、心臓部大事ですからね。特に今回排気量アップさせてですね、はい、低速トルクと下の低回転から高回転まで気持ちよく回ると、うん、特にここにもうですね、ダブルネーム、はい、ダブルネームボクサーと D4S と、はい、でこれがですね、トランスマニュアルですけどね、マニュアルトランスミッションも映ってますんで、はい、ぜひ操作する楽しみを味わっていただきたいなと思います。うんうん、はい、ありがとうございます。今エンジン開いてますので、エンジンの系のお話されたい方は、あ、もう大丈夫だそうです。私が全てやりました。ちょっとやりました。ありがとうございます。はい、お次の方お願いします。はい、お願いします。車両開発統括部の塩川と言います。今パワーユニットの方で藤井が説明しましたけれども、私の方はボディの方の関係で、性能関係取りまとめをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではおすすめポイントなんですけれども、はい、まあ、皆さん走っていただいた方が分かりやすいんですが、走る、曲がる、止まる、そういうところの精度がかなり高くて、フィーリング豊かに走っている楽しさっていうところを、体感できるように車を作り上げてきましたので、ぜひぜひ機会を見て、試乗していただけるといいのかなというふうに思います。ありがとうございます、はい、ただ走り、曲がる、止まる、うん、この止まってる車の状態でこの動画で分かる、そうですね、ものってありますか。そうすると、うん、まあ、皆さんがいつも目にしているドライビングポジションのところですけれども、はい、まあ、走るのところでいうとペダルのレイアウトだとか、フィーリングのところをこだわって作ってきましたし、 あとは MT のところですね、はい、シフト、うん、まあ、MT だったらシフトの部分、 AT だったら、D レンジおよびスポーツモードでの適合のところで気持ちいい走りで、あとハンドルのところでは、うん、純度の高いインフォメーションがよく伝わってくるような滑らかな走りっていうところを実現するようにやってまいりました。ちょっと私座ってみてもいいですか。これを持っていただいても、はい、はい、じゃあちょっとドライビングポジション取ってみたいと思います。かなり低めですね。そうですね、スポーツカーとして低いポジションというところを、うん、結構気をつけてやってきております。これシンプルバージョンだ。そうですね、あれナビがついてない状態でございます、はい、マリオくんと同じ仕様ですね、はい、シフトレバー確かにちょっと長めですよね。でも私これ一番最初乗った時にすごくシフトが入れやすいなと思いました。はい、6MT の方ではこだわって作ってきたところでございます、うん、はい、あとです、かなり立ち気味ですね。そうですね、スポーティーな車ではありますんで、シートポジションが低いのとともに、うん、ステアリングの延長線が肩ぐらいとか首元とかを狙ったような、レイアウトにしております。はい、ありがとうございます。そうですね、はい、こういう食感、革の食感のところをステアリング、シフト、パーキングブレーキと全部合わせるような工夫をしたり、なるほど、ちょっと話それますけど、はい、造形のところで、うん、ここのアルカンタラ風、こういうところをですね、ドアトリムにも、ね、そうですね、シートにも使ったり、ちゃんと統一感を出して、アルカンタラとかエクセーヌみたいな食感のものを統一して使っております。あ、なるほど、いろんな、あ、でその同じところは全部この赤ステッチが、そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お次の方お願いします。スバル商品企画本部の関井と申します。よろしくお願いします。全体の企画の方を、取りまとめをさせていただいております。なんですが、はい、おすすめポイント、誰も紹介してくれない今回BRZ86 の、はい、クオリティ草案、エクステリアに結構凝ったので、そこのアイテムすごい簡単に、ご紹介したいです。はい、1個目がですね、ダクトです。穴が開いてます。開いてます、開いてます。後ろにもちゃんと開いております。開いてます。あとですね、はい、この空力脂肪と呼ばれる、はいはい、この模様がこう性能を発揮する空力脂肪ですね。ね、これがね、はい、どうしてこんなちっちゃい柄がって思いますけど、まあ、ちょっとした凹凸がありますもんね。はい、はい、ここで空気の流れをコントロールしてる。あとはですね、2つ目がアウトレットですね。こちらも穴が開いております。しっかり開いてます。角度が肝だったりとか、はい、ここまでちゃんと考えられたわけですね。はい、あとはですね、サイドシューズっぽいだ、張り出してるだけの意味なんですけど、うんうん、ここで、しっかり空気の流れを作ってスタビリティを出すというサイドシューズっぽい。はい、で後ろに来ていただいて、リアーチピンですね、うん、これはみ体じゃなくてですね、これで空気をしっかり後ろの空気を整流してですね、はい、これの、フィンの効果で、車のドラグを減らすっていうような効果、うん、であとは後ろのラクテルスポイですね、はい、上から来たのでしっかりここで風でリアトラクションを稼ぐ、後期型のスポイラーと同じぐらいの性能がこれで出てたりするっていうようなアイテムです、はい、ちょこっとピヨって。そうですね、かわいいですね。今もう大きいスポイラーじゃないですもんね。そうですね、まあ、やはり、まあ、スポーツ化的にこう大きいのもかっこいいんですが、まずはこうさりげなく、うん、おしとやかにこう仕上げてみました。はい、はい、でも乗るとすごいんです。はい、もう乗るとすごいんです。もうぜひ今日はもう体感いただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございま す, います。はい、お次の方お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは担当とお名前をお願いします。はい、スバル商品企画本部、井上と申します。はい、車の開発責任者ということで、全般をまとめさせていただきました。鳥ですね。はい、はい、車の、まあ、セールスポイントというか、はい、一番、まあ、この車唯一無二のやっぱり2プラス2低重心軽量コンパクトの FR ということで、私はこれをスポーツユーティリティビークル SUV って言ってます。はい、スポーティーにかつユーティリティも備えてるっていうことで、スポーツカーなんだけど日常使いもできるし、いろんなところに運転を楽しんで移動できるっていう、スポーツカーも楽しめて、荷物も詰めて時には4人頑張れば乗れてっていう、いろんな使い方をして車を楽しんでもらう、そんな1台であってほしいなと思います。なるほど。ただ今この車を見ると1人ちょっと大きいですからね。ちょっと後ろにふっくらした方も含めて3名の、はい、3人でも頑張れば4人乗れるという、乗れますよ。なるほど、そこが、はい、で見た目もやっぱり、うん、かっこいいじゃないですか。はい、はい、洗車するとだけでも楽しいですし、うん、ここに小さく BRZ、はいはい、こういったところもですね、ちっちゃくアピール、はい、アピールさせていただいて、はい、まあ、こちら兄弟車の GR86、まあ、こっちはこっちで本当にガズレーシングカンパニーが作った86ということで、双方楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ズバリここは86に負けちゃったなと思った部分って何かありますか？逆に勝ったなと思った部分でもいいんですけど。勝った負けたというか、やっぱり86は、うん、とにかくダイレクトなフィーリングですよね、うん、もうとにかく早くダイレクトに動かす楽しさ。 BRZ はやっぱりじわーっと安心してスタビリティ高く走る楽しさ、まあ、そういった味の違いがここまでこう出せた兄弟車っていうのは、まあ、ここ最近本当にないんじゃないかなと。車の楽しみを本当に教えてくれる2台だと思います。はい、なんか先ほども、はい、細かいもう数ミリ単位のその部品の違いで乗り味が変わったというお話されてましたもんね。はい、はいはい、車の、まあ、一つの面白さをそういったところで表現できてますし、まあ、作る手側からするとすごく大変なんですけど、でも結果お客さんが笑顔になってくれる、喜んでくれるっていうのが本当に嬉しい限りです。ちなみに数ミリ変わってるのはどのあたりですか？まあ、例えばフロントにスタビライザーっていうパイプの棒がありますけども、
あ、スタビライザーか。86はこれ動画ではちょっと見えないですよね。見えないですね。はい、忠実、うん、無垢の18。BRZ は18.3mm の中空っていうのがついてます。でリアのスタビライザーは、BRZ が14、うん、こっちが15っていうことで、はい、まあこれも1ミリ違ってたりしますし、1ミリって大きいんですね。そうですね、はい、まあ、パイプの太さだけってもだけなんですけど、うん、まあ、それによっての、 あの動きの、 あのバランスが、まあ、こういう走りの味につながっていると。まあ、車も2万点ぐらいの部品が集合体になってますから、はい、やっぱりその一つ一つがどういうふうに使われるかって、まあ、本当にエンジニアが考えて考えて作った2台です、はいはい、ぜひ試してください。はい、ありがとうございました。終了でございます。あ、終了。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、はい、BRZ 楽しんでください。イエーイありがとうございます。 BRZ 開発の皆さん、ありがとうございました。吉田由美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。